カレーを煮込み続けて早3年。に対するみんなの反応。なんか乾燥しにくい気がするやつ。1回目が体力満タンの時に来て、なんかもったいない気分になるやつ。カレーを煮込み続けて早3年。ステータスよし。より S よし。あれ？カレーができてない。小栗ちゃんに飯食わせてるだけだからな。飯の1号母性の2号。スタをこれ1枚に頼りがちなので、菊花賞とか天皇賞春までに来てくれないとたまに本当に困るやつ。3年煮込んだ超熟成カレーですよー。できれば松屋ぐらいの速さで用意してほしい。捨て漏れるようになって、育成中にマエストロないと無理ってことはほぼなくなったが、乾燥はしてくれないと困る。菊花賞絡みとか天皇賞春一着とか、無理ではないにせよ困るって未だに思っちゃうけど、大体初期マック等のトラウマ引きずってるのと、育成中だと生きるのそこらくらいなせいだな。ゲーム開始からずっと見てる気がする。乾燥しないクリーク。速攻で乾燥してあげません。される食いしん坊。3年目の春頃からカレー制作開始。スタサポでずっと1000級のすごいまま。スタサポの追加されなさを思うに、公式がクリーク越えを諦めてるように見える。1年目ですぐ作る時もあるのに、3年目の夏頃にやっと作り始めたりすんのは何なの。長距離 CB 育成でスタミナこれ1枚しか入れてないから、さらに北ちゃんも回復スキルくれない場合割と積む。相変わらず強いけど、可能なら入れたくないサポか。レス補充が偉すぎるまま。初代からママと殿下は鉄板すぎる。どれ効果高いから、スタ以外で踏んでも偉い。両ババと末足とコーナー回復地味にありがたい。贅沢を言えばスキルレベル3で欲しい。5は欲望が強すぎる。長距離なら配布でかいやつでもか。金スキルは良いけど、ママ1枚でスタ戦余裕でいける安定感に比べるとやっぱちょい辛い。3年目11月で2回目が発生して未完成に気づくカレー。当然間に合わない。両ババの鬼と全身全霊を気軽にくれるグラマスだと、くれるコツまで噛み合うすごいママ。追い込みだとペースアップも嬉しい。先行ためらいも悪くない。トレ効果がやばいから、他の友情で混じっても強いのがな。なんかクリークは乾燥しづらい気が、あくまで個人的なイメージだが。サービス開始当初は目標の春天までに乾燥してないと相当きつかった思い出。ボーナス込みで得意率は高いはずなのに、あまりスタミナにやってこない印象。なんで北ちゃんとクリークってこんなに乾燥しないんだろ。前者は1回目がシニア後半に来ただけで終わり、後者は1回目すぐ来てそのまま音沙汰なしのイメージがすごくある。北ちゃんとクリークをずっと挟んでて、しかもクリークの方はないと切実に困るから、来なかった時の印象がめちゃくちゃ強いだけだと思う。北ちゃんは最近デビュー前に乾燥して片手ガッツポーズで終わることが多い。力飯の方がマエストロ取れやすい気がする。最近のサポカはレスボなしも多いから、レスボ10ファンボ20がいい。速度筋はともかく、回復筋ロスは長距離ちゃんみの入場券失うから本当にやめて。ファインは1か2は目で終われ。そもそもファインは確定でスピスタくれ。スピスタあげませんしてくるファインはラーメン抜きにしたい。古いサポカもそろそろアップデートして習得スキルとか調整しないもんか。ファインはまだスキルが先行よりなので、他の距離や客室特化で優秀なの賢さがぼちぼちあるけど、クリークはスタミナが必要な場面では客室とか選ばないから、クリーク以上の出しにくい気がする。ストーリー見るために育成する程度のプレイ具合だけど、それでもカレー来ないと悲しみが襲ってくる。シニア合宿終わった頃に作り始めないで。そこから有馬前に速攻でカレー完成させたことあった。もうちょっと早くそのスピード感出してよクリークママ。カレー作らないのをネグレクトって言い出した人ほんと天才。2回目まで速攻だったのに、ラストが発生しないママも結構見る。育成次第では春天勝てるかどうかって未だにクリークに握られとる。
プリーク完走してないと春天勝てないのはかなり下振れてね。ふふ、恐ろしいか。それが Y の育成環境や。ライスもあるし、パクパクしていくのもいるからな。初期サポカ特有の連続イベで絆上がらんやつ。親よりカレーを作ってるクリーク。トラックを持ち上げ続ける北ちゃん。永遠にラモーヌさんに呼ばれ続ける会長。実感としてクリークは完走しにくい。長距離育成すると力飯も完走しづらい。なんだかギリギリが多いのも拍車をかけるよな。できましたー。あら、誰もいませんねー。WBC 開幕。どの客室でも使える金スキルとあげます族だから、本当にママは最高のスタミナサポだぜ。最低でも菊花賞前に完成してほしいよママン。変に偏ってしまって、あまりスタミナ上げられないままママと対峙することになる菊花賞。なお、回復スキルもない模様。ボリクリのおかげでママ入れられない。代わりに力飯にしてるけど一回目すら発生しない。マエストロはあげません族だと思ってる。3年煮込んだカレーって、毎日継ぎ足してるうなぎ屋のタレみたいなもんか？創業以来継ぎ足してるってのは毎日使ってる場合、1ヶ月程度で完全に入れ替わるそうな。使わずに3年煮込んだら、なんか怖い。いい感じで終わってからマエストロとプロフェッサーがないことに気づく。プロフェッサー取らないことは時々あるけど、筋回復スキルは死活問題なので。毎回スピードスターください殿下。ちゃんと完走してくれるなら、カレー作りはクラシック入ってからでも合宿終わり後でもシニアの秋でもいいです。この前シニア夏合宿終わった時点で第一段階すら発生してなくて、終わったと思ったら一気に完走したな。なおその他。あまりに作るのが遅すぎると、他に SP 回して育成終了後の SP がギリギリ足りない。Y はカレンちゃん育成時に目標達成した直後、シニア10月前半にハローさん来たことがあったわ。担当の邪魔せんように気を使ってくれてたんやろうな。お兄様はライスなんかが作ったカレーより、クリークさんのカレーの方がいいよね。ライスはカレー作らなくてよいから、早く水族館行って結婚式場の前を通りかかって。クリークには早くカレー作ってほしいが、君には早く結婚式行ってほしいんだ。最初に貫突したからずっとお世話になってるわ。毎回確定でくれるだけでもありがたいわ。育成中にマエストロが欲しくなるほどスタミナが不足することもなくなったから、シニアが終わる直前でも完走してくれたらそれでいいよ。嘘みたいだろ。最初期のサポカなんだぜ。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。